はいえー、それでは今日はこのねコメントにあった「えー、365日の紙飛行機」っていうね歌、まあ、これはまあまあ知ってるっちゃ知ってますよねただまあ,あの歌詞が全部分かってて全部ふさーと歌えるかって言ったらそれはちょっと無理なんだけど曲自体はね,ね知ってますんで、えー、まあ,あのすぐに弾こうと思えば弾けますけどねでまあね あのできればリクエストっていうのはこの「知ってる曲でお願いしたい」というね <laughs> あの曲が知らなければね曲を覚えるところから始めなあかんのでね <laughs> すごく大変な作業というかそれがね、えー、もう歌詞を覚えるのでも結構大変なんでね、えー、歌詞ちょ,、まあ、ちょっとこれいろいろ見ましてねでこれもうかれこれ10年ぐらい前の曲になるんよねなんだかんだよね僕の中ではつい最近の歌って感じはするんですけども。 えー、結構このいっぱい「J チャンネル」とか「J チャンネル」<laughs> ネルもこの曲だけで4つぐらいやりましたからね、えー、であとあの夏林先生、えー、夏林先生っておいでしょチャンネル登録者がね22万人ぐらいおるんですよね、えー、でまあそれもやっぱり8年前とかねになってるんですよね見たらね、えー、でうん、ま、最近なんか全然ねおすすめに上がってこなかったんですけど あのまた僕ちょっと見てみた見てしまったんでまた多分あのおすすめにまた上がってくるというね <laughs> あのずっと見てなかったらねそのおすすめに上がってこないからえあんまり見ること目にすることないんだけどもねだからあのまあ,あのギタビンチャンネルさんとかねあと J, J チャンネルっていうのがあれでしょ初心者向けのねであとはねよくは見るのはね あとまあ、えー、ゼロからギターというのがあるんですよねゼロからギターというの、えー、ゼロからギターの人はねあの僕とは多分もう全く相入れない感じの人で <laughs> あの松山千春のファンみたいでね、えー ままあ、まあでもなんか <laughs> ついつい見てしまって見るとねおすすめに上がってくるんですよね。でまた見てしまうというすごい悪循環が起きるというね、えー、まあそれはいいとしてあの「夏林先生久しぶりに見たんですけども、えー、先生自体は全くギターが上達していない」というねでねあのちょっと最近直近のやつで,あでねあこれあのちょっとねギター弦張り替えたんですよ。で僕は あの使ってるこれあの使ってる弦はこれなんですねこのフェニックスっていうこの三セットで1,000円の三セット1,000円ですえ激安弦ですよね言うたらねえまあギターの弦ってねえ今割とうん前昔に比べたら多分値段上がってると思うよねえいわゆるあのなんていうのコーティング弦みたいなあれでしょ高級弦みたいなねああいうなんて1セットで2,000円以上しますからね ワンセットでねこれ,これ3つ入って1,000円ですからね。<laughs> で,でその夏林先生がねこれのレビューをしてたんだけどなんかめっちゃディスってましたね。えー、僕はねこの弦おすすめですよこれあの。おすすめっていうかその音がどうのとかっていうね何しろコ,コストパフォーマンスがいいですこれは <laughs> あのー。まあこれぐらいも,もっと安い弦もあるんかもしれないですけどね あまり安い弦も,うこもうこの3セット1,000円いうことで、もう1セットで300円そこそこなんでしょの弦そういう弦ってねあのもうチューニングが合わないやつがあるからねチューニングできないやつがある。うん、で、あのー、この弦はね、まあ、割としっかりチューニングできるんであとはねそのまあその音の感じっていうのはそんなにそんな弦なんて大幅にそんなに変わらないんだけども。 まあ、あの変わる人には変わるって言うんかもしれないですけどねでねこの弦はねあ,のあんまりギラギラ感がないのよね張り立てでもでそれがね嫌だっていう人は多分いるかもしれないあのそのギラギラした音がもう張り立てのそのギラギラした音がまあ好きだっていう人はね物たりないかもしれない多分夏林先生なんかは。 多分そういう,う,いうので物足りないって感じるのかもしれないですけど僕は全然もう張りたての音なんか嫌いなんでねなん,かになんか弦張ったら23日置いといておきたいぐらいの感じなんでね、えー、でこれはあんまり割と張った瞬間からそん,そんなギ,ギラギラ感がないっていう。でまあまあち、あのー、はね持ちはまあどうなんだろうなあんまりそんなに。 そんなななにいいいいと言えないかもしれないけどでも基本弦なんて切れ,切れなかったら使えますんでね切れてなかったら、えー、ただねその弦の張り替え時張り替え時というのはあのまあまあ人それぞれなんでしょうけどもう極端に言うたらもう張った,張ったばかりの,そのギラ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 した感じの音が好きそのギラギラ感がなくなったらもう,もう1週間ぐらいで張り替えるという人もねいるかもしれないしねそれは人それぞれなんですけども。 えーとねまあ僕はまあこれ今張り替えたんでこれの前の動画と聴き比べたら多分音はだいぶ音の違いが分かると思うんですけどね、あのー、あまりに古くなってくるとね切れなくても、あのー、チューニングが安定しなくなるんですねもうあまり古くなってくるとね。になってくると僕は張り替えるって感じですかね。 多少ねなんかこうもうこのこもった音になっても別に音,音自体はね弦弾けば出るんでねあのそんなにあれなんですけどなんかこうチューニングが不安定になってくるとなんかもう、うん、面倒くさいなと思いながら変えるっていうね。<laughs> んなんてこんな話ばっかりしててもう時間がどんどん,どん過ぎてしまったけども、えー、この「365日の紙飛行機」。 えーまあ、あの雑談に興味の人はもうここまで飛ばしてもらってって感じででえー、っとね元気を聴いてこれまあ女性ボーカルなんでキー G ですすででで半音上げまのえー、っとねほん本来これね女性ボーカルと男性ボーカルとやったらねあの女,女性ボーカルのそのままのキーでいくと 絶対低いほん、ね、であオクターブ上げると高くて歌えないから、えー、大体ね、えー、女性ボーカルで G とかだったら男性ボーカルだともう C ぐらいでいい加減なんだけどね、まあ、僕はあのこういう低いんでもう半音,半音ぐらいしか上げない、ねまあ、それでも上げないとちょっと低,低すぎるかなぐらいな感じなんで、うんうん、でまあねあのちょっとま,また雑談になるけど。 J, J チャンネルでね最近割と最近の動画でね「この原曲のキーを変えるのはありですか?」みたいなねなんかそんな <laughs> そんな,なんか <laughs> なんかそういう動画があったんだけど <laughs> そんなもんありに決まっとるやろ <laughs> みたいなね <laughs> そな歌われへんキーで歌えないじゃんとりあえずね <laughs> 自分のキーに合わせないと。あのー 全然その問題なないですよなんか原曲の原曲のキーから下げるのが「プライドが許さない」とか,なんかそなん「何そのプライド」って感じやけど <laughs> どういうプライドやねんみたいな。えー、うんねあの全然その自,分自分に合ったキーで歌わないとその歌自体がねちゃんと歌えなかったら全然ダメなんでね。うんだからあの あのどんなキーでも歌えるようにこの C の C のキーと G のキーを覚えてしまう、ね、C のキーと G のキーだけ覚えてしまったらあ,あとカポずらすだけでほぼ全てのキーが歌えますんでね、えー、まあまあそんな感じで、えー、ちょっとねあの雑,雑,談ば雑談ばかりになったんでちょっと一回この辺で切って、えー、ちょっと取り直します。 えー、まあこれねなんかまあまあいろいろねいろ,いろんなあまあ他の他のチャンネルのことをねあんまりまあまあ悪く言うのもあれなんですけどね、えーえー、まあまあまあそういうそういう動画があったんでちょっとね。 でまあ、寄せばいいのにと見て,見てしまうというね、えー、それを見てしまうとまだおすすめに上がってくるという、えー、悪循環なんですけども <laughs>、はい、ちょっと一回ちょっと一回ここでここで終わってもう一回もう一回、えー、一から取り直しますね。